明けましておめでとうございます。会心でございます。串本大島カセ釣り研究所ラジオトーク番組、カセ釣りラジオ、カセラジでございますね。今回もやっていこうというふうに思います。で、今ですね、年始の1月の5日の夕方でございますけどね、年末年始の釣りいかがでございますですかね。ちょっとね、年が明けてから釣りに行ってないからね、年始の釣りはよく知らないんですけど、年末はですね、まあね、正月の魚がいるということで、まあお手伝いに、まあ2回ほど行ったんですけどね、30日はね、あんまり食わなかったですし、31日はね、もう大変な天気だったですね。もう風がビュービュー吹いて、もう吹っ飛ばされそうなぐらい吹いてましたですからね。まあそういう中でもね、ね、ちょっとこう12月ね、寒波が連続できて、まあ水温が下がったりして、活性低かったですけどね、まあそれでも、まあ青物はぼちぼち食いましたですからね。で、まあ年始に入ってもですね、そのね、感じのいいのは続いてるみたいでございますね。まあたまに全然当たらなかったよっていう人もね、まあいるのはいるんですけどね。まあでも釣ってる方はな、まあまあぼちぼちとね、数本からね、10本ぐらいは釣っておられるみたいですね。ね、やっぱ寒の時期のね、ブリっていうのはね、やっぱこう脂物って美味しいですからね、どんどんこうね、串本の稼に、まあ今の時期だったら大物釣りに行ってもらえたらなというふうに思います。で、まあ年末年始と、まあいろいろね、メールとかね、あと YouTube のコメントとか、SNS なんかでもね、ご挨拶とかいただいたりしてますけど、まあその中でですね、やっぱりちょっとね、いろいろ質問いただいたり、ご意見いただいたりもしてるわけなんですけどね、青物の、底巻きカゴについてちょっとね、聞かれたんですけどね、まあにわかに流行ってるようでございますね。で、まあこれね、イワシの、まあミンチをね、カゴに入れて、で、まあ狙ってる棚で巻こうという、まあ底巻きカゴって言ったって、まあ狙ってる棚で巻く、何中層カゴ、まあそんな言い方しないですけど、まあ反転カゴの、まあちょっと大型のものでやろうということなんでしょうけどね。まあどうですかね、僕ね、これね、不思議やなと思うのね、底巻きカゴとか反転カゴでイワシ巻くんだったら、カモシ釣りやったらいいのになってちょっと思うんですけどね。まあでもね、道具はやっぱり深瀬の道具でね、軽い道具で釣りたいとかいうのがもしかしたらあるかもしれないですしね。まあそれはそれでまあいいと思うんですけどね。で、まあね、やっぱこうカゴに入れてこう餌を巻くっていうのはね、なんて言いますかね、こう縦型の釣りと言いますかね、棚をピンポイントを狙うような釣りで、で、ね、イワシエさんの釣りは、まあ、イワシエさん、深瀬釣りっていうじゃないですか。で、深瀬釣りっていうのは、こうなんて言いますかね、こう、斜めを意識するような、まあ、横型の釣りなんですよね。で、その、横型の釣りの道具に、底巻きカゴっていう縦型の釣り具をね、使うっていうのが、まあ、ね、感覚的にはちょっとこうね、なんかトンチンカンな感じもするんですけど、でもそれでまあ結果も出てたりもしますからね。だからまあこれもありなんかなっていうふうにはまあ思いますよね。でまあちょっとね、余談かもしれないですけど、まあ僕昔ね、30年ぐらい前ですかね、大阪湾のエリマキ釣りをメインでね、鈴木釣ってたわけなんですけどね。まあ釣りはですね、こう典型的な縦型の釣りなんですね。浮きで釣った方がもう圧倒的に釣れて、でまあね、同じようなもんやろうということで、例えば円錐浮きの、まあ1号とか 1.5 号のね、重たい重りが乗る円錐浮きで使っても、やっぱり、ね、円錐浮き使うとちょっとこう斜めに入るので、まあいまいちこうね、棒浮きよりも釣れなかったりするんですよ。で、ああいう、典型的な縦型の釣りっていうのは、結構このね、カゴで巻く巻き絵っていうのが有効だったりしたんですね。で、まあね、底巻きボールっていうね、釣り具がまああるわけなんですけどね。でね、あれを、底巻きボールで、ね、エビ巻きのその巻き絵を、まあね、僕は、まあね、エビ巻き釣りはね、ちゃんと師匠がいていろいろ教えてもらったんですけどね。まあ、底巻きを使うのは朝1で2回までね、あとは全部上巻きで巻いて、魚を浮かして釣りなさいっていうふうに教わったんですけど、まあね、それよりもね、やっぱり底巻きで底を中心にエビを入れた方がよく釣れるっていうことにね、ある日気づきましてですね。で、まあ底巻き一辺倒でね、やるようになって、まあこれはね、師匠によく怒られましたですけどね。まあだから、そういうね、縦型の釣りっていうのはね、やっぱりね、カゴで巻く餌、ね、巻き餌っていうのはね、かなり効きますからね。
だから、ね、今ね、あの串本のそのイワシエサの青物釣りで、まあ、そこまちかご使ってね、結果が出てるんだったらね、まあ今ね、その縦型の巻き絵に横型の道具みたいなね、ヘリクツみたいなこと言いましたですけど、まあ、こういうのはまあ気にしないで、まあどんどんやっていただいたらいいのかなと。でも、その結果とか、なんかね、いろんな人の話とかをまあ参考にさせていただいて、また何かね、ね、ウェブとか、そのね、YouTube のコンテンツにできればなっていうふうには思いますね。で、あとね、次ですね、まあ、道具のことについてね、まあ、いろいろね、聞かれるわけなんですよね。で、まあ、僕の場合は、まあね、動線サポートみたいなこともやって、で、まあ、ほとんどね、いろんな釣りやってるけど、串本の稼い釣りは初めてみたいなね、お客様の相手をする場合多いんですけどね。で、まあ、まあ、どんな道具を揃えたらいいね、みたいな話が、まあ、やっぱ多いですよね。で、この間、クレーンに乗った人は、まあ、ほとんど初心者で、ね、初心者の方でですね、道具もこれから揃えるということで、まあ、どういうのを買えばいいかな、みたいな、まあね、相談もちょっと受けたんですけどね。まあ、どうですかね。ね、これ難しい問題で、まあ、僕ね、こだわるのと、まあ、こだわるし、ね、まあ、なんていうか、こう、釣り具にこだわる場合と、まあ、とりあえずの場合と、まあ、両方あると思うんですよね。でも、ね、やっぱりこう、とりあえずから入るでもいいと思うんですけど、まあ、どっちにしてもですね、ある程度、その、通い出すとね、やっぱり道具ってこだわりますからね。だから、よく言うのはね、ね、こだわるなら、これがいいで揃えるのがいいですよね。で、まあ、とりあえずなら、もう、これでいいで持っておくと、まあ、それでいいんですけどね。ただ、ね、どうなんですかね、これでいいで道具揃えても、結局はね、これがいいっていう道具を持ってしまうと、やっぱりね、それ結構ね、これでいいで揃えた道具って無駄遣いになったりすることもあるので、だからこの辺微妙なんですよ。で、当然その釣り具ってね、これがいいっていうやつは、それなりの値段しますからね。だから、ね、やっぱりそれが、やっぱり、ね、バンバン買える人はいいですけどね。やっぱりそのある程度のそのお小遣いの中でね、やってるっていうんだったら、やっぱりね、別にこれでいいで妥協してるわけではないですけどね。やっぱりね、3万も4万もするサウが買えないとかね、高いリール買えないですよとかいう人も、まあ、いるわけなので。だから、ね、まあ、とりあえず、ね、まあ、こだわりは、こだわりで持ってほしいですけど、まあ、それよりもですね、やっぱり、ね、道具適当なものでもいいですからね、やっぱ釣りに来てもらって、まあ、しっかりね、そのね、道具を、まあ、もう、へし折るまでぶん曲げていただく方がいいのかなっていうふうにはちょっと思いますね。で、ね、道具の揃え方ですよね。これが、まあ、コツがあってですね、で、まあ、串本の稼い釣りってね、別の動画なんかでも言ってますけどね、ターゲットはね、そのサイズ分けするんですよね。で、まあ、SML で、まあ、基本3大ターゲットを分けるわけで、で、S サイズが、まあ、グレですよね。で、グレっていうのは大体3号ぐらいのハリスで、まあ、釣れますから、だからその S サイズはグレ狙いがメインで、まあ、基本ハリスが3号だと思ったらいいんです。で、M サイズが、マダイ狙いで、これがですね、だいたい5号から6号のハリスが使える道具で揃えればいいですね。で、L サイズが、青物狙い で、これが8号から12号ぐらいのハリスが、まあ、適正な道具で揃えておけばいいわけなんですよ。で、これでね、各、どうかな、2本ずつぐらいの道具を持っておいて、で、まあ、リールも当然2個ずつぐらいいりますから、だからね、まあ、結構な数になってくるんですけど、でもね、釣りの好きな人って道具大好きですからね、だからこれで、その、なんだ、ターゲット別で道具をぼちぼちと揃えていくと、まあ、ね、一番賢い揃え方になりますよという話をしますよね。で、ね、もう一つね、これも持っておいた方がいいかなっていうのは、串本のね、稼い釣りにね、こう、メインで来られる方、ね、必ずね、これから先数年の間にね、あるなーっていうのが、まあ、っていうかね、もう絶対にあるんですよ、通ってれば。ね、どでかいのが回るというのが。ね、で、その時に、ね、LL サイズも、の道具も持っておくと賢いんですよね。まあ、例えばですね、2021年の暮れにはですね、まあ、潮の岬の沖で大型のキハダマグロが回ったんですよね。
でそれがまたもう60キロも70キロもあるようなもうスーパービックルサイズみたいなのがもうバンバコバンバコ跳ねまくってたわけなんですよ。でそういうのをね釣りに行くときにですねやっぱり道具ないから、ね、いきなり揃えるって言ってもまあ、なかなか難しかったりもするし、でね、まあ、こういうね、いつ使うか分からん道具になるんですけどね、LL サイズの道具って。ただ、これもね、だから持っておけば、そういうね、まあ、キハダマグロなんでね、やっぱり、ね、跳ねてるタイミングに行かないとなかなか釣れないですからね。まあ、そういう時にですね、こう、スッといけるようにしようかなと思うと、まあ、LL サイズの道具も持っておけばいいのかなっていうふうには思いますね。で、まあ、ね、LL サイズの道具ね、他に何に使うねんって言ったら、ね、あと、ね、去年、ね、2021年キハダだったんですけど、そのね、2年ぐらい前だったかな、2019年ぐらいだったかな、三崎の沖でね、クエよく釣れてましたよね。まあ、あのクエなんかはもう65ぐらいのハリスで釣ったりするんですけどね、まあ、そういうのも一緒くたにこう狙えるような、ごっつい道具ですよね。だから、ハリスがだいたい25から65ぐらいが適応できるような、そういう、竿とですね、で、できれば、大型の電動リールがいいです。僕なんかも、まあ、シマノのね、ビーストマスターの6000番とか持ってますけど、まあ、このくらいのリールを1個持っておくと、まあ、段取りはいいですよね。で、まあ、手巻きの場合だったら、まあ、ね、小型のトローリング系のリールはいいと思うんですけど、ね、で、ね、去年のキハダなんか深瀬で釣ったから、まあ、ね、フロールカーボンの糸入れなきゃダメだったんですけど、まあ、おおよそでね、だいたい P ラインの、まあ、8号から10号ぐらいが、まあ、5、600メーター入るリール持っときゃ、まあ、まあ大丈夫ですよね。で、LL サイズのね、竿ってね、あんま高いのいらないですよね。正直言って。だからまあ、ね、これでいいでいいと思いますよ。この場合の道具は。だから僕も、まあ、確かにね、ビーストマスターのキハダっていうね、いい竿はまあ持ってますけどね。でもメインで使ってるのはね、大阪のね、多摩でのね、上島さんっていう釣り具屋の、そこのオリジナルの弁慶っていう竿ですよね。まあ、だから弁慶なんかの、ね、200号とか250号とか、その辺の号数の竿を一本持っとったら結構段取りいいですけどね。まあね、これがコツですよね。SML で普段、まあ、使い回して、使いまくってですね。で、まあ時折ね、こういうビックルサイズが出た時に、まあ、即座に対応できるように、まあ、LL サイズで、まあ、一つ揃えておくと。で、まあね、電動リールのね、6000番とか、まあ、9000番とか、ね、ダイワだったら何番なんのかな。僕、ダイワのリールあんま知らないんで、ね、ちょっとまあ、調べてもらったらいいんですけど、まあ、系のリールってね、結構、こう何だろう、カモシ釣りとかでね、さっきの川釣りの話じゃないですけど、カモシ釣りとかで使ったら結構段取りいいので、だからね、この際やから一つ持っといてもいいかなとは思いますね。まあね、LL サイズの魚ねね、ね、あんまり詳しく話せない魚もね、結構湾の中ではうろちょろしてますからね、まあ、そういうものを狙ったり、あとね、さっきまちょっとね、三崎のクエの話もしましたですけどね、実際まあ僕の動画なんか見てもらったらね、やっぱり13キロのクエとかね、罠に出してたりしますからね。で、まあね、串本っていうのはね、ほんとね、何が当たってくるかわからないっていうのはね、やっぱこれは湾内でも湾外でも、まあ沖でも一緒だと思いますから、だからね、そういうね、大きい魚が回った時のために、LL サイズの道具っていうのも、まあ、揃えておくといいかなっていうふうには思いますね。まあ、こんな感じでね、今回ね、釣り道具の話をメインにしましたですけどね、これがいいで揃えるかね、これでいいで持っておくか、まあ、究極の選択でございますけどね。ただ、ね、どうですかね、まあ、僕はね、L サイズね、青物狙いの竿はですね、まあ、できたらね、ちょっとこだわったものを持ってた方がいいですよっていう話は、まあ、よくするんですけどね。まあ、これはですね、やっぱりね、イワシを一匹つけて、で、まあ、何かね、やっぱブリとかね、大きい魚を釣ろうと思うわけじゃないですか。でね、おそらくね、やっぱりその自分のその生涯記録ね、ライフレコードになるような魚っていうのは、やっぱその道具に来ると思うんですよね。で、まあその道具に来た時に、ね、まあ妥協が入った道具とは言わないですけど、やっぱりね、自分の気に入ったね、やっぱこの竿ね、思いっきり曲げたいなとか思ってる竿でね、やっぱり取り込むとこうね、やっぱり喜びも格別と言いますか。
だから、まあ、これはね、まあ、いろんな問題が絡みますから、ね、L サイズでいいサオがいいですよとか、ね、そこまでね、言わないですけどね。ただまあ、できるものなら、ちょっとこだわったところを持ってた方がいいかなっていうふうには思いますね。まあ、こんな感じで、今年もですね、仮設ラジオね、なんだ、暇を見てはつらつら喋ろうかなっていうふうに思いますけど、年末もね、なかなか喋ろうと思ったんですけどね、とにかくね、風の強い日が多くて、まあ僕、今これね、串本のね、自分の部屋でやってるんですけどね、ちょっとね、古いのでね、風が強く吹くとこうね、風の音とかすごく雑音で入るので、あ、今日は録音できへんなとか言い持って、なんか年末超えて年始になっちゃったんですけどね、まあ今日はちょっとね、外が静かだからちょっと喋ろうかなと思って今喋ってますけどね、こんな感じでね、まあこれからもね、いろんなお話をしていこうというふうに思います。ではでは、今回のカシラジこれまででございました。今年もどうぞよろしくお願いします。会心でございました。